媛の笑顔発信、姫推し。愛媛県の東京事務所では首都圏と愛媛県をつなぐ仕事をしとるんよ。調査お願い。はい、ということで東京は神保町にやってきました。こちらには愛媛みきゃんずキッチンカーがあります。かわいいですね。愛媛県産品を使ったお弁当やスイーツなどが販売され人気を呼んでいます。今日は、ガーリックライスを買いました。これ、これ、はい、まあ、やっぱこのキッチンカー自体いいっすよね。うん、僕みきゃんも好きだし、ダークみきゃんも好きだし。この間は豚のお弁当だったんですけど、お肉が本当美味しくて、今日はこの気まぐれ愛媛弁当を買いました。常連ですか？そうです。この愛媛みきゃんずキッチンは愛媛県東京事務所が去年スタートさせたそうですね。はい、首都圏の皆さんに愛媛の食の魅力を知っていただきたいと思い始めました。人気があるのは都市伝説の蛇口からみかんジュースやご当地グルメの焼豚卵飯などです。平日はオフィス街で、同日祝日はスポーツイベントなどに出店し、週5日間 PR 活動をしています。次にご紹介するのは新橋にやってきました。こちらは5年前にリニューアルした愛媛県と香川県のアンテナショップ瀬戸内春菜館です。1階の特産品ショップでは柑橘の加工品やじゃこ天、愛媛の地酒など愛媛の美味しいものがずらり。2階にはレストラン香り姫。愛媛といえば鯛めしですが、生の刺身でいただく鯛定食や炊き込みの鯛めしとミニうどんなどが味わえます。また今月から1日10食限定で登場したのがアフタヌーンティーセット。愛媛と香川の甘味がギュギュッと詰まっています。こんにちは。こんにちは。ペッパーです。石口さんには毎年7月1日から。さらにロボットによる愛媛の観光案内や愛媛の工芸品の販売もあります。ショップは20時まで、レストランは23時まで。お正月三が日以外は毎日営業をしています。ぜひお立ち寄りください。さてこちらが都道府県会館にある愛媛県東京事務所です。ここで愛媛県の移住フェアなどを開催しているそうですね。はい、県内5から7市町が出展する愛媛暮らしフェアを年3回ほど開催しています。またオンラインを活用して愛媛への移住を希望する方を対象にした移住セミナーのほか、愛媛への就職を考える学生さん向けの就活セミナーも実施しています。愛媛への移住や就職活動を考えている皆さん、ぜひ愛媛県東京事務所のイベント情報をご確認ください。今週の姫推しポイント、首都圏と愛媛県をつなぐ愛媛県東京事務所の活動に注目してね。7月のプレゼントは森の国ガラス工房の風鈴を5名様に。南海放送アプリからこの二次元コードを読み取りご応募ください。愛媛国際映画祭の一環として笑顔感動物語映像化コンテストを開催。昨年度の笑顔感動物語エピソード部門受賞作品を原作とした5分以内のショートムービーを募集中です。実写、アニメ、朗読など映像ジャンルは自由。最高賞金は50万円。10月31日締め切りです。